ある実験をやってこの裏付けするでしょ。これが後でね、実はこれはあの嘘だったと、間違いがあったと、しばしばあるわけ。科学の場合はそれがね、別に。しかもこれがしかも科学の限界であって、もっと言うならば、だから科学はね、信用されてるわけです。先ほどあの一つあの、ね、ここは分かんないってことで、ね、ちょそれをね、ええ、だからそいや、僕その仮説ね、厳密には取らない。つまりね、そうやね、そうやね、違う、でもね、そこよろしいでしょうか。それは、西部先生のその質問に対して答えなきゃならないですから、あのパラレルであるということはそれ正しくないと。なぜそう言えるかというと、例えばここにある薬が発売されたと、その薬に対しては例えば、まあ、めくらまし実験、つまりあの、要するにその薬である内容を混ぜて例えば投与すると、でそのパーセンテージによってこの薬は効くんだ効かないんだという実験をしていると。これは現代の科学です。でそうじゃないですよ、小沢さん。私が言ってるのはそうじゃない。今の科学の水準でね、はい、ある仮説をやり、今の科学の水準ギリギリでね、きちんと論証していく。で実証したと思っても、それが何年か経ってね、うん、新しいファクターが出てくると、うん、あれは間違いだったってことはしばしばあるんですよ。それはそうなんだけどね。だからもしそれと同じことをやってらっしゃるとね、その宗教は間違ったってことはあり得るわけだ。宗教は世界観をこう確認をして自分がステップアップしてるんだから、科学も別に量子力学を見たって不確定性原理論だって位置と動きと落ちたら分かんないなって言うんだから、要するに多分ね、限界もしかしたら違うかもしれないけど、宗教はそうじゃないわけです、うん、ね、そういうことです。どうぞ、いやいや、そこ違う。ちょっとタラさんね、タラさん、そこ科学は自分たちは間違いないサイエンティフィックな方だから、うん、あれだけど、あの、まあ、例えばの話ね、これは私の自分の方の、まあ、例えば禅でね、やっぱりあのお釈迦様と同じように座禅をして悟りの体験をするっていう、まあ、ありますよね。これ昔からやってるあることですけど、これはやはりあのお釈迦様の体験を自らね、少なくともその悟りの深さ浅さはいろいろあるかもしれないけど、同じ体験を、それはあの論理じゃないんですよ。直にあの体験をすることによって、あ、例えばお砂糖の味をですね、お砂糖の化学分析をいろいろして、砂糖はこう出て、化学的にやればやるほどわけわかんなくなる、舐めてみて、あ、砂糖の味はこういうものだという体験をすれば、その体験をした人同士はわかるわけですよ。だけど体験をしない人に砂糖の味はこうだっていくら言ってもわからないっていう部分があって、だってその時あなたの舌が麻痺してる。多分、いや、まあだからそれはそれ、まあ、だからそれは例えなの、あくまでも ね、その話をしてる。そこは重大だけどね、多分ちょっとね、あの、女優さんでも結構です、はい、浅田さんの結構ですが、そういうことをやってるから既成宗教はダメだとおっしゃってるんですよ、きっと。あ、もう一度具体的に、あの今の禅にしてもね、うん、あの禅にしてもね、極めて曖昧なもんですよ。曖昧じゃないですか。曖昧です。私は禅を否定してません。禅は一部だとして、自分の体験にとって、その体験した人にとってはクリアですよ。したしてない人にとってはそれはクリアじゃない。だからどうして禅があってね、心身があって、いろんなある中にその浅田さんの新しい宗教が出てくるんですか。今の宗教はどこはいけないんですか。いやだから今あの一番初めに説明しました通り、うん、禅というのは、まあ、あの禅の経典がありまして、それはあの仏教の経典の中の一部なんですね。で仏教というのはあの全体的にはまあヒナヤナ、マハヤナ、タントラバチナヤナと3つのステージからあの修行体系が成り立っていまして、その3つの体系の全経典を日本に下ろしてあげることが、つまり日本人はあの知的レベル高いですから、下ろしてあげて、まあ、その人たちがその自分に合った修行法をすればいいじゃないかということが今の大虫日本の立場なんです。ですから禅を否定しているわけではなくて、いや禅は一つの悟りの方法として、これはあのインドヨガのラージャヨガの体系とも全く同じですし、あの素晴らしい体系だと私は考えています。それに一つ付け加えたいんですけども、浅田さんと下村さんの今の議論の違いはね、やっぱり浅田さんの話聞いてると、やはりその宗教体系のですね、あるこうトータリティというのは全体を引き受けなければね、宗教なの悟りなどというなと、たかだか舌でね、塩舐めてみて甘かったと、いやそれは結構西村さん、あのね、同じだと思うんですよ。下村さんがおっしゃっていることとね、同じだと思うんです。例えば私は修行に入るのに否定から入ったんです。アンチ宗教だったんですね。しかしあの孫子がおっしゃっている世界観を自分が修行することによって同じことを体験していく、それだったらもう信じるしかないんですよ。でそれが多く集まって、それ同じであるってする保証は何ですか。あなたの体験と孫子の体験が同じである保証は何ですか。あの孫子の体験もそうですけれども、うん、あの今の仏教というものの今限界がこう見えてるんですけども、先ほどあの幸福の科学の方がおっしゃったのは基本的に間違いがあって、であの仏教はその中国を渡って日本に来たという、そちらの北伝系のことしか言ってませんけれども、仏教にはこれはあの
ある程度知ってる人は分かると思うんですけど、何年系の流れというのはちゃんとあるわけです。スリランカ、それからタイ、ラオス、うん、それはあなたは知ってるかもしれないけど、ちょっと待ってください。そういう流れがあるわけです。で、日本人の知ってる仏教っていうのはいわゆるその片っぽの系統しかない、うんうん、で、もう一方のその何年系の系統には先ほど言った超能力であるとか、まあ、神通と言いますけども、そういったものの記述というのは明確にあります。それは例えば悟りの最終段階という明確な記述があるわけです。で、そういった2500年の前の教えが一つあって、で、一つのそこで、まあ、こうなったらこうなる、こうなったらこうなるというのがあって、で、それを、まあ、2500年後の我々もやってみて、で、この人もそれをやったらこうなった、その人もこれやったらこうなった、同じであるというふうになったら、これはそれを、まあ、信じると。その大槻さん、現象なわけですよ、うん、で、同じ修行をやって、うん、同じ現象を体験したと、うん、このそしたらば、うん、その世界は、うん、だからそれが同じであるとする保証がさ、どうしてあるの、うん、2500年前の人間が同じことをやったら、それはテキストして書いてあると、ね、そうです。でも2500年前の人間と今のあって全然生物的には同じ人間であるかもしれないよ。それは2500年ぐらいだったら、でも社会環境違うね、例えば言語が違うね。簡単に聞きたいのはさ、真理だって言うならば、チベットの人たちはあなたのことを信じる、あなたたちの教義を信じる、どうだろう。話は聞いてみたい。話を伝えましょう。うん、チベットの高僧のカムトリリンポチェ、うん、これは下脱者と言われてるわけですけど、うん、私のことをイエシャと言っています、うん、じゃあ普通の人たちどうだろう。例えばその時朝原さんはチベットの例えば普通の人たちと話すと仮にしますね、はい、何語でコミュニケートします。言葉ですか、体験だって。でも言葉前提なかったらやれたと。いやですから、共通の言葉があるわけです。仏典その話難しい。難しくないよこれ。仏典という言葉がある。俺謎なんだよこれ。仏典という言葉があるわけです。仏典という。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。私は宗教法人幸福の科学に所属しているものですけれども、これまでの議論というものを私聞いておりまして、非常に悲しい思いがいたしました。非常に答えは単純なことであろうと思います。宗教というのは人を幸福にするかどうか、どれだけ多くの人の心を豊かにするかどうか、こうしたことが全てであろうと思うんです。幸福というのは主観的なものです。客観的に人に押し付けるとかそういうものではないと思います。でも私が幸福の科学に入りましたのは、私の心が幸福を感じたからです。本当にこの教えに従って生きるときに自分の心が豊かになって、そして人を害する思いがどれだけ自分に返ってくるか、神や仏を信じるということがどれほど素晴らしい人生観となって自分の心を豊かにしていくか、そうしたことを本当に感じて、これまでの疑問というものが全て評価して、私は幸福の科学に万全の信頼を持って入会いたしました。私は一つ残念なことがあります。私のこの23歳の未熟な私にとっては、私の先生である大川隆法主体が本当のブッダであるかどうかということをお伝えする、証明する、あるいは皆様方に本当に納得していただく術というものを私は持っておりません。それだけの知恵も経験もありません。しかし私は自分の心の中にある良心の声に従って生きていきたいと思います。私の心の中にある良心の声というものは、間違いなくこの方がブッダであるということを言っております。私は今はこのような未熟な自分であるけれども、本当にブッダであるならば、本当に多くの人々の心を豊かにするはずである。一人でも多くの人が、私は幸福になった、幸福の科学に触れて幸福になったと思える人を一人でも多く作ることが私の使命であると思います、はい、また私の人生を本当にそのために、これから数十年、何年あるか分かりませんけれども、私のこの体を持って、我々の行動と思いでもって、それを皆様方に証明していきたいと、はい、このように感じております。幸福の科学の中でご自身高めていこう。4名はちょっといいですね。今のしかし意見に、今のね、いや、4名について、はい、意見ではなくて、田原さん、西部さん質問ありですか。田原さん、ちょっといいですか。田原さん、ちょっと質問がある、質問がある、はい、いや、全然質問じゃないんですよ。いいの、もうぽっと言いますけどね、僕の発言で、その簡単にね、幸福っていうのは主観的なもんだってパッと言いますでしょ、うん、そんなこと言っちゃえばですよ、うん、例えばね、株を売りまくってわしは幸せだとかですね、自動車乗り回して幸せだとか、うん、いろんなことが出てきちゃうわけですよ。私はもちろん主観と客観のね、区別は哲学的大論争だけども、まあ、ありてに言えばですね、幸せというものをですね、やはり宗教と名乗るからにはね、
ある程度の客観性を持ってですね、こういう生き方なりこういうものが幸せというものなんだってことをですね、やっぱほのめかさなければね、もちろんあれですよ、それは本当に幸せって言葉にならないもんですからね、私はそれをね、従前に説明しようとは言いませんよ。どっかに信仰の要素がありますから言葉を超えたものだとは思いますけれどもね。加部さんがおっしゃったことが多分原点だと思いますよ、うん、それは、まあ、松木さんどうするだけ、浅川さん、はい、あのつまり大川隆法師がブッダであるないということが問題なんであって、要するに幸福の科学の教えそのものが例えば正しくないとか正しいと言ってるわけじゃないんですね、お信教は。つまり仏典の教えと違うから仏教ではないと言ってるわけですよ、うん、ここは勘違いしていただきたくない。だから幸福の科学で入信なさって幸福だとお感じになられる方がいらっしゃったら、それはそれで私たちは否定する必要もないですし、まだ何を言う必要もないと。いや、僕浅田さんに聞きたいのはね、はい、浅田さん先ほどから仏典とおっしゃり方するけども、ね、はい、そこにはですよ、例えば今の幸福論にまつわらせればですね、はい、幸福のこの基準なり枠組みというものがね、そう簡単に気分一つで決まるものではないのだと、はい、例えば仏典というね、まあ、2500年の歴史を持ってですね、それなりにチベットでもインドでも中国でも日本でもですね、いろんなふうに枝分かれしたけども、それだけの長い歴史を持って調達されてきたですね、もちろんそこにはいろんな逸脱もあっただろうし、ふっとこどっこもあっただろうけども、ともかくそういうものを含みながら続いてきたですね、そういう経典の歴史というある程度の客観的なものにね、根付かせなければね、幸福などということを論じてはいけないのだということをあなたのおっしゃり方の中に含んでるわけですか。私は含んでるというのなら、私はこの一応特進できるわけですよ。まずその前に仏教というのは幸福を説いていません。うん、そうだね。無常、だって本当の定義だろ。それはおかしい。ぶっちゃけ、いいですか。仏典はあくまでも、ちょっとよろしいでしょうか。それは禅の目的もそうですけど、現世における行為をなすことにおける幸福を説いてないと言ってるわけです。仏典で説いている幸福というものは完全な煩悩破壊なんです。つまり例えば、いや、ですから何を言いたいかというと、一般に言われている幸福、今日本人が知っている言葉の幸福という言葉は使えないんだと言ってるわけです。私はそういうことなんです。幸福といってもね、あるいは悟りといっても煩悩の破壊といっても何でもいいけれども、要はどうやったら本当にそういう幸福感を、他人を幸せにするような幸福感を感じることができるのかっていう、それが一番重要なんじゃないですか。テレビの人もね、それを聞きたいんじゃないですか。経典がどうしたとか、訓告感がどうしたとかね、どこそこに何が書いてあるとか、そんなことを聞きたいんじゃなくて、本当の幸福って何なんだろう、それはどういうもんで、どうしたらそれに近づけて、どうしたら人が幸せになるのか、その熱きね、情熱と熱きね、思いを。じゃあ、時間をください。幸福になる人もいれば、高級車に乗って幸福になる人もいる。一般の方にその、ちょっとごめんなさい、神谷さんどうぞ。西部さんが先ほどね、今の日本では株を売って幸福になると思う人もいるし、高級車に乗って幸福になると思う人もいる。で、株の損失補填をされてそれが幸福だと思う人もいる。それがしかし本当の幸福だろうかということを考えていくのが大切だと思うんですね。僕もそう言ってね、それをだから従って主観って言っちゃうね、そういうところに引っかかっておしまいになるから、もっと客観的なものをね、一番最初の話に戻っちゃうんだけど、池田さんがね、おっしゃったその公園に落ちてるゴミを拾うことで、それが幸福につながるんですか、神につながるんですかっていうご質問があって、とうとうその後どーっと、もうすでに何時間ですか、4時間経ってしまって、原点に帰ったわけしなかったんですけれども、僕が言いたかったのは、そのもちろんゴミを拾うという行為はある意味ではどこかで神の方向をきちんと向いていることだと思うんです、正しさという意味で。けれども僕が言いたかったことは、そのゴミを拾っている人間に対して、ないしは電車の中で年寄りに、お年寄りに席を譲る人間に対して、あいつ変なんじゃないって目を向けている人がいる、そういうのがいっぱいになってしまう。でだから自分がゴミを拾うのになんとなく恥ずかしさを感じてしまう、お年寄りに席を譲ることに恥ずかしさを感じてしまう、そのこと自体が間違ってるんじゃないか、そういう意味の部分から、この今の世の中での、影山さんの説明というのはよく一般の人のレベルで見たら分かりやすいと思うわけですね。しかしそれは例えば私 の、 その幸福に対する否定に対しても、皆さんがこうやって反論があると。しかし実際例えば幸福というのは不幸の上に成り立っていると。つまり先ほど の幸福の科学の会員の方も言いましたけれども、その幸福の科学が入って幸福感を感じたんだと、ということはそれまで不幸だったんだと。ところが仏教の説いているものは、そういう不幸、幸福という二元的な世界ではなくて、一元の世界を説いているわけです。絶対的に壊れない、絶対的に安定したものを説いているわけです。ですからそういう意味で、例えばじゃあゴミを毎日拾ったらそれはどうなんだと、確かに悟りに到達するでしょう、段階的にね。
それはそれでまあ素晴らしいことだと思います。しかしそれは競技の本当にそのスタートの話であって、あの例えばそれイコール幸福の科学の全体を論じることは当然できないでしょうし、あのまたここでそれをその論議する意味合いというか、宗教あるいは仏教を論議する意味合いとしてはあまりにも低次元 の話だと私は思います。もう一度申し上げます。僕が言っているのはゴミを拾うことによって悟りに通じるということを言っているのではなくて、ゴミを拾っている人間をあいつはおかしいんじゃないか、人に対して何か親切なことをする、人を喜ばす、人に喜んでもらう行為をする人間に対してあいつ変なんじゃないかという見方をする現代の社会の一般的な論調というか風潮がおかしいんだと、これは正していかなければいけないんじゃないか、いそれは幸福の科学が主張していることと一致していると申し上げます。ちょっとごめんなさい、それはもともとこの質問は池田さんが言ったんだけども、ちょっと待ってください。今ね、オウム真理教の意見とね、あの対立してるわけだけども、で、あの大雑把に言うと、その、幸福の科学の方は言葉は何でもいいと、つまりその幸福というなんかそれを得られればいいんじゃないかと、こういう話ですね。私が理解しているのではですね、まあ、またよろしくお願いします。難しくなります。ですから公園で例えば犬のうんちを拾うと、それは自分が拾いたいからそうしたんだというふうに言ってはいけないわけですか。それは全く構わないことだと思います。では神様はどこに必要なんでしょうか。だって正しいことの方向性の彼方には、彼方はでも、では神様は存在すると今さっき、逆の見方をして例えば、自分の飼い犬を連れて公園に行く、道路でも構いません、そこで自分の犬がうんこしてしまった、はい、本来ならばポリ袋を持って、割り箸を持ってそれを拾って人に迷惑がかからないようにするのが、まあ、当たり前ですよね。これはもう道徳である倫理ですよね。けれども、あのその人は自分の犬飼い犬が人のうちの玄関でうんこしてしまってもそのままそれを拾わないで、人が見てないからってパパっていなくなってしまう。でそれは神様の方を向いてない行為だというふうに思いになりますか。私は犬を飼っておりますが、あの自分のうんち、犬のうんちを拾うのがとても好きです。僕も好きです。あのですから池田さんおっしゃってるのはね、そのルールをさ、どうして神様が必要なのか。池田さんと二人ちょっと話して、結局あの良心というのは人間ありますよね。ね、はい、良心というのはあるでしょ、人間が、はい、それが良心ね、あるんです。もう一つ曖昧な言葉でよくわからない。良心信じられません。良心とは何でしょう。良き心。じゃ良き人間っていうのはね、人間っていうのはみんなね、素晴らしい心を本当は持ってるんですよ。素晴らしい、本当はね、人間っていうのは素晴らしいものを持ってるんです。これはダイヤモンドの原石みたいなものを心の中に持って生まれてきてるんです、本当は。そしてそれを磨いていくんです。ちょっと待って、豚を殺して鳥を殺していくのも良き心とか何かってことになりますか。ね、それが人間はね、修行のために出てきて、そしてそれを磨いてもっと立派に大きく成長させていこうという過程で人生を歩んでるんですが、途中でね、いろんな曇りを作っちゃうんですね。そしてそのダイヤモンドの原石だったのが薄汚れてきてしまう。これを反省で取り除いていきましょうと。そしてもっと大きなダイヤモンドにしていきましょうと。こういったのが修行って言っているところなんです。で、人間にはね、なぜ人にいいことをしたら向こうが喜んでくれたら自分も嬉しくなるのか、これは良心というのがあるからなんです。全く何もなければね、そんなものはないです。坂口さんに質問があるんですけど、そういうね、言葉の抽象的言葉を拾ったりね、治療を拾ったり、ちょっと待って、池田さん、それでいい。ですから、あのそこまでご自分で明晰に認識なさってるんでしたら、神様が出てくる必要はちっともないと思うんですけれども、それが良心がなぜあるのかっていうものを考えていくと、そこがですね、道徳とかね、哲学とかいうものが入っていって、もっと深みに入っていくとね、人間はなぜ存在するんだとこ行くでしょ、はい、人間はなぜ生まれてきたんだ、死んだらどうなるんだ、死んでも生命があるんだろうかないんだろうか、そういったところについていく、行かざるを得ないんです。そうすると神という、あるいは仏という存在まで行き着いていく。そうなると宗教と呼ばざるを得なくなる、それで何と言われるんですか、はい、だって神はさ、神は犬のうんこ拾うの良心の現れだって言わない可能性があるぜ。いやでもそれはただ単に道徳観で話しているような気がするんですけれども、それから梶山さん、あの一つ言わせていただきたいのは、うんちを拾う、これはあの、まあ、それはそれでいいでしょうと。あるいはあの誰かあの、ね、電車に座っていてそれを代わってあげる、これもこれでいいでしょう。しかしそれを例えばあの他人がどう言おうとそれは良しと考えるんだったら別に問題ないんじゃないですか、それは。というのも逆に批判されることによって、まあ、自分の心が浄化されるわけですし、それは仏教観の第三ステージではニンニクのステージですよね、それが。今池田さんの、ね、定義したやっぱり良心って僕は大事なものだと思うな、うん、そう簡単に良心って言えるかな。さっき西部さんがおっしゃったね、うん、そのあの株を売って大儲けをした、株の損失を補填してもらってあの、まあ、損をしなかった、ああよかったな、幸福だなと思う幸福感というのは、いや単純にね、うん、もっと聞きたい。いや僕は言ってないなって、クジラを食うのは良くないけれどもね、うん、豚を食うのはいいっていうのは良心なのかな、
豚を食べるのをつまり豚も鶏も。CM だっていうから CM ちょっと挟んで書いてます。今、池田さんからそもそも問題提起された両親の問題なんですが、両親というのはとても私は大事な、なんていうか、難しい問題だと思います。今も CM の時にスタッフがやってきて、両親といえば、例えば湾岸戦争でイラク人の両親と、あるいはその戦争に参加したアメリカ人の兵士の両親と、これ神に乗りながらきっと戦っていったんでしょう。あるいはその参加しなかった日本人の両親と、いろいろ両親があるんではないかと、そういったどう考えればいいのかなんてことを言ってましたけども、さて、坂口さんから。はい、みんなそれぞれ両親をお持ちですよね。そうですね、戦争なんかではそれがぶつかり合いますよね。この時はお互いにまあ正義だと言って戦うわけです。でこの時に、ね、文明というのはやはり大きな波が打ち寄せて次のまた文明が起こったりするんですね。まあ、戦争というのもそういうどちらがその文明大きな文明の端境というのはそういう争い事がある。過去の文明と新しい文明、正義とお互いが正義だと主張し合うことも戦いの中であるんです。これは、ね、大きな流れの時代の変革の時に常に存在することであって、両方とも自分が正しいと思っている。そしてその中で本当にやはり両方とも正しい部分はあるんです。しかしあるけども、その中でもっと大きな目で見たときに、こちらの例えば時代の流れではこちらの方が勢力が勝っていく方がもっと大きな流れのスパンの中では人類は幸福になっていくだろうというときには、神の流れがそちらの方向になっていって、強い方が正義として次の文明を作っていくとかね、そういった時はあります。はい、強い方が正義だと。いえ、そうではないです。僕はね、こんなふうに考える、ええ、別に僕英語詳しくないけど、良心って言ったらコンシャンスでしょ。コンっていうのは共通って意味だと思う、共同するんですね。その後の方は知るって意味だと思うんです。つまり共同に知ってるっていう点が決定的に重要でですね、したがってイラクにも正義があるとか、アメリカに正義もあるとか、日本人あるとかね、こう点でバラバラから宗教を始め、両親を始めたらですね、絶対その収まりがつかず、最後に神のお告げを聞きましたって話になってくる。みんなお告げを聞くんだよね。したがって問題はね、問題はこの何をもってコンね、つまり共通共同であるかと考えるとですね、私は実は保守主義者でありまして、どうしても歴史のことが気になりますがね、長い人類の歴史でいろんなこの分布あるでしょうがね、基本的に人類の歴史なら日本でもいいですよ、それを支えてきたね、こう時間の中での共通なものは何かってことがね、両親の唯一の支えであって、したがって浅原さんはひょっとしたらこんな解釈したら怒るかもしれないけども、先ほどから私は浅原さんのね言ってることは私なりに理解できたのは、仏典その他というのはですね、あれは仏典の流れというのはね、そういうこの人類なりこう宗教精神のですね、歴史的な流れとして共同のものは何であるかというところに怒りを下ろそうというね、そのことが出てこない限り、私はそのコンシャンスという良心というものを明らかにできないと思う。だから幸福の科学の場合はですね、結局そこのね共同性というものを個人の幸福感という主観的なところにね還元することによって、非常に宗教の危機的な状況というのをねこう現実している、表していると思うんですよ。だから最初にね宗教ブームという話があったんですけれど、僕は本質的に今日本は宗教ブームじゃなくてね、もう宗教が完全に衰えている、そういう時代で、そこにオウムも現れたし幸福の科学も現れたんだ、そういう認識を持たない限りですね、この宗教のとか良心の問題とかって語れないと思う。それは広い意味で全く宗教が衰えている時代なんで、今世紀最大の宗教はマルクス主義だったんですからね、基本的にね。でこれはもうその何百万人のレベルじゃない、2億人3億人10億人のレベルで、まだ今日も信じてると思ってる人たちがいるわけです。これがですね、結局自己のコンシャンス、自己の意識ではなくて、これはマルクスが言ったんだから別に神ではないって言ってけど、実際構造としては非常に幸福の科学が言ってると思うんで、こちらが正しいって出てくるからそちらに行くんだということだったり、それではできないということになったんじゃないですか。なぜ宗教戦争が起こるかと、そしてなぜ幸福の科学が、ね、ちょっと深井さんよく聞いてください。それであなたはさっき戦争に関して非常に重大なことを言ったけども、どちらにも一応言い分があるけど、神が決める、具体的にじゃあもう幸福の科学がもっと大きくなれば、大川さんがおっしゃった方が決めるということになる。そうすれば大川さんはエル・カンターレなのかどうか、それは重大な問題になってくるということですよ、ね。そして犬のうんちの問題もこれも重要だと思う。大体公園を作ったのは人間の勝手なわけで、犬はやりたいところで、僕も猫飼ってる、猫がやりたいところやってるのをこれ汚いから取るって猫に失礼なわけです。生命ってそういうもん。いやそうなんだよ。それは栗本さん違う。それはあなたは結局人間中心に非常に都合よく解釈して、豚も食べる、
動物植物を食らわなければ人間は生きていけないんですね。もともと基本的に醜いと羽村亮は言ってるわけですけども、しかしあなた方の言い方は豚も誤って食べればちょっとはいいと、感謝して、しかしクジラはいけ、まあ感謝、同じじゃないですか、感謝して食べれば、ね、だけどじゃあそのクジラはどうこうったらクジラは食べなきゃいけないと、豚だって食べなきゃいけない、さっきの栗本さんの話になると、ね、あのちょっと論点が違うところがあるというのも、もっといい社会、要するに一人一人が幸福であればいいと言って、いいですか、ずっと聞いてると一人一人が幸福であればいい、あの人は幸せ、それでいいです。しかしそれを人に教えるときにですね、その幸福の根源は何なのかって言ったら、こちらの方に、まあ、歴史型は言わないけど、まあ、幸福というのもですね、僕らの感覚的な言い方すればね、向かってるんだからそれを信じなさいというか、とか、うん、あるいは肉体を保存する幸福とかですね、まず幸福の定義から発表しないと、あるいは精神的な、ね、ことを満足させる、できる幸福とか、うん、あるいは宗教的なレベルまで行ける幸福とか、そういう段階というものがあるわけですね、うん、それを一括りにして、一つの幸福ということでレベルの違うものを、取り扱うというのは、これは極めて難しいところ、それはむしろ増木さん、あなた教団の内部の方に言うべき、はい、さっきのあの人は幸せだって、まだ何にも知らない、はっきり言って、でじゃあ幸せじゃないわけじゃないですか、知っていればね、次があるわけだけど、それからこう精神の朝倉さんが言ってるのは、はい、その意味で筋を取ってるところは、現世における幸福不幸というふうな意識をね、僕のことはなくしてところで、それが、まあ、まあ幸福というかどうか分からないけど、そこなんだとおっしゃって、いやだから現世の幸福から入るわけじゃないですか、共同性がないような時代で ね、あの大きな教団を作ろうとする、拡大しようとする、うん、金を集めようとする、ここに書いてあるですね、パネル見て、パネルって書いてあるの見て、まあ、やっぱり金の問題とか拡大の問題とか出て、みんな全員知りたいの、金とかね、拡大の問題出て、それだけ集めてどうするのって考えなきゃいけない、だからそれに対してね、僕は幸福の科学がなぜね、この時代の中でそういう拡大とか金を集めようとかするのか、そこにですね、根本的な問題っていうのがあるんじゃないか、まあ、だけど事実問題って、僕らそういうふうに書かれたりしてるの聞いてるけど、金を集めようとして宗教をやってるというふうに言い切れるわけではないわけでしょ、言い切れはしない、ね、しかしそれが顕著な現象に見えるというんですか、うんうん、顕著な現象に見える、だからなんでそんなに拡大しようとするだけではなく、戦後ずっとそういうことを言われてきたわけですね、で でもそこで動いてるってことは事実としてある、その批判に対しては答えるべきなのかどうなんですかね、いや私もその疑問、いや、まあ、疑問としては素朴にありますよ、いや答えるべきかどうかって、こういうものが出ちゃったんだから、それ答えないと、じゃあ、答えましょう、もいや、今の質問は何についてお金ですか、何についていや、だから僕は特に聞かれれば、代弁するとお金を集めてやってるように見えるとか言ったり、うん、それからもう一つ、私やはりあの宗教というものがね、なぜさっき言った拡大しなければいけないのかと、本当にね、求めてる人が自然に集まってくると、でその根底にね、今の社会で共同性って一つのやつ集まる核がないにもかかわらずね、うん、宗教っていうのは、まあ、いや、そのことはいいです、なぜ集めて大きくするのかと、うん、宗教というのはもともと人を幸せにしようというのが宗教ですから、うん、これは自分がこれ、人間は、人類はこういう法則にのっとって人生を送っていけば幸せになるというものを見つけたわけですね、宗教者というのは、うん、ですからこれを広げていきたいというのは当然の行為であります、そうそれはこれをもって広げて、なぜ広げるかというのは当然ですね、それは広げたいから広げ、ね、幸せになるからです、人々が、それは組織でも家庭でも人でもないし、だからそういう形で広がっていく、広げていく、お金が非常に重要なファクターになっているというのは、それは言われのないことだって、お金なんていう目的で始めてませんよ、いやただ ねちょっとごめんなさい、私ね、あの旧宗教がね、なぜダメになったかっていうね、あの一つの原因というのは、例えばそのキリスト教にしろカトリックにしろ、あるいは仏教も私はそうだと思うんですが、あの要するに非常に大きなあの伽藍を建てて、お寺を建てて、非常に権威の象徴みたいにしてですね、うん、結局もう中は空っぽ、今ヨーロッパの教会はみんなもう観光資源になってるだけじゃないですか、嘘ですよ、そうですよ、ほとんどそうです、それから日本の仏教も、日本の仏教もそうですよ、もしね、あの旧宗教が本当に魅力があるならば、新宗教が出てくる必要ないわけじゃないですか、さっきも言ってるように、やっぱり日本の仏教だってものすごく大敗しているわけじゃないですか、だから金集めてもいいの、じゃあどうして観光資源になるのかと、にもかかわらず新しい宗教も同じようなことを二の舞を踏もうとしてるのかなっていうのが私は疑問なんですよね、幸福の科学というのはね、日本の仏教なんて、最初にご説明しましたようにね、天上界の計画で今教えを下ろされていて、でその目的はこの地上にこれから30年かかってユートピアを作っていくということであって、そのための教えをずっと下ろされているわけですね、で初期にその霊言集で言われていることは、じゃあ過去の仏教とかキリスト教とか全部学びましょうかって言いましたらですね、質問があったら、いやこれから作っていく社会は過去の教えじゃなしに新しい教えでやるんだから、今下ろされているのをこれからどんどん勉強して、そういう社会を頑張って作ってほしいというようなことをちゃんと言われているわけですね、
だからあの過去ないような教え方ってたくさん下ろされてるわけです。僕は大月さん、下村さんがおっしゃったね、例えば幸福の科学がね、金のためにやってるんじゃないかって、いろんな、私はお金と言わない、拡大、いろんなことは可能でしょうけどね、それからましてや下村さんおっしゃったようにね、過去のいろんなね、旧宗教のですね、宗派の流れを見れば、そういう懸念はね、もちろん一般論としては成り立つけどもね、我々一般市民としてはそういう決定的な証拠がない限りですね、そんなこといくら議論したってしょうがないんだって、議論じゃないんですよ。だから素朴な疑問としてあるならば答えるべきだと思います。俺は、うん、一つでじゃあお答えしますとね、なぜそういう大きなあれを、ね、集会場とかを作らなきゃいけないか、これは今の日本の、法律制度でいろんな、宗教法人に対しては、あれですね、結局公の公民館ですとか体育館ですとか、そういったことでなかなか貸してくれないんですよ、会場に一つ集会やろうとしても。でそういった場所を確保する上においてはね、やはりね、そういったあの場所っていうのは自分で自前でやらなきゃいけなくなってくるんです。でそういったものが一つ大きな原因があります。ただドイツなんかでしたらね、宗教税っていうのを取って、そして国が各宗教団体に分配してるんです。でそういったものであのやってるんですね。そしてあるいは公のところも貸してるんですね。そういったものが日本の制度にない。